Bien re tout le monde, cinquième épisode de notre Let's Play sur Scarlet Nexus. Alors, pour certaines raisons et quelques problèmes techniques, j'ai eu un problème d'enregistrement vis-à-vis de la partie qu'on avait fait juste au moment où j'ai lancé le live. En gros, il y a une partie du live qui était buggée et du coup, c'est irrécupérable. Les images sont juste moches et du coup, bah, il y a juste un petit passage que je. Enfin, genre 20 minutes d'histoire que je pourrais pas vous mettre tout simplement parce que. Yuito, Genma, matte kure. Je reprendrai juste après. Je vais d'abord écouter. Fubuki Ren Taichou. Futari tomo buji de yokatta. Saki, Nagi to Tsugumi ni atte ne. Hanashi o kiite, awatete kimi o oikaketan da. Hanashi tte. Naomi no koto da yo. Karera ni mo tsutaeta keredo, konkai no koto wa. 口外するなって言葉通りだよ。それが君たちを守ることにもなる。それとユイト、ここに来るときにアンプルみたいなものを拾わなかったかな。あ、はい。それはこちらで回収してもいいかな。そのアンプルは何なんですか。それとも口外できないものですか。このアンプルは簡単に言うと超能力の強化剤だよ。セイランで開発しているとの情報は入手している。隠し事ばかりなんですね。そうだね。残念だけど人間が集まるといろいろな思惑が生まれてしがらみになるんだ。こんな窮屈な蜘蛛の巣には近寄らない方がいい。とにかく二人とも一緒に安全な場所へ行こう。いえ、この先にカサネがいるんです。ナオミを追いかけて。あのカサネが心配なんです。わかった。カサネに会ったら彼女にも今回のことを口外しないように伝えてくれ。二人とも無理はしないようにね。それと前線本部は撤退する可能性があるから救援隊と合流できたら、それから改めて周防へ戻ればより安全だからね。Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est juste par rapport au. Je vais acheter tout ça. Voilà, bref. Et donc je disais, il y a une partie du gameplay que je ne pourrais pas vous montrer, une partie de l'histoire. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste à un moment donné, toute l'équipe s'entraînait et puis du coup on avait une petite mission à faire à ce niveau-là. Mais bon voilà, genre je suis désolé, c'était vraiment pas prévu à la base et j'ai eu un problème. Donc malheureusement, j'ai été obligé de couper une partie. Bon, maintenant que c'est dit, continuons là où on en était arrivé. やっ！
sais pas du tout où est-ce qu'on met les pieds là, mais. Karen, Lentaichou. Yuito ni Genma ka. Soko no Jajauma no koto wa makaseta zo. Ryokai. Kasane. Ano. Naomi wa.あなたたちはセイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車も。ええ。何かがおかしいぞ。今回のことを吹雪連隊長に報告したら、カレン連隊長も同じ。なぜ口止めするの？海抜軍は何かを隠しているってこと？わからない。それが俺たちを守ることになるって。それからこれを見てくれ。これもセイラン駐留軍が落としたものみたいなんだ。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと、一時的に超能力を高める回収されそうになったけど、日本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしら。ランドール家は兵器の開発が中心で、製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけど。このアンプルのことも機密事項として口止めされた。海抜軍の上は。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊長はその関係で知っていたのかもしれないが。ニューヒムカを信用するな。え、それはどういう意味だ？カレンが言っていたの。私にも詳しいことはよくわからない。このアンプルが本当にセイランのものなら、ランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいる。だから何だと言われても答えは出ないけれど、カレンたちの言う通り、今回のことはあまり口外せず、私たちだけで探った方がいいのかもしれないわ。そのアンプル、かなり重要なもののようだ。だったらバッキーちゃんの中に、あん、え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ。俺はごめん、コウムル。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったら。カサネ、あの怪がナオミだってことは分かっていたけど、俺怖くて。やめて。私はナオミを取り戻す。今後その邪魔さえしなければそれ。綺麗事かもしれないけど、俺だって綺麗事ね。でも。おお、つぐみちゃん、ナイスよ。あれ、ナオミちゃんは一緒じゃねえの？どうしたの、ユイ？いや、後で話す。あの、ナギは？ナギは前線本部で救護班に預けた。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。いえ、ユイトたちは先に脱出して。この先に試練がいるらしいの。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わるまでは。うん、分かった。じゃ俺たちも生徒隊長たちと合流してアジトに行くか。ここがユイトの家のユニットか。確かに地理的にも設備的にも構わないのか？もちろんです。どうせスメラギの家ではもう使ってないみたいですから。じゃあ遠慮なく我が隊のアジトにさせてもらおう。それにしてもユイトが無事でよかった。してない。つぐみちゃん、ひどい。うるさい。冷たい。そういえばナオミはどうした？ゲンマと合流して強化隊に戻ったのか？それが、ナオミは死んだわけじゃない。カイに
やられました。嘘。それでユイトは元気がなかったのか。辛かっただろう。みんな一度は同じような経験をしている。だから元気を出せとは言わないが、海抜群で生きていくためにはな。はい。よし、しばらくここで休んでいこう。俺が許可する。その間に心を整理しておくんだ。Ok, ok, les cadences seront également visibles à la planque. Alors, ah, ça lance direct. Ok, ouais, je pensais pas.何があったんだ。嵐が俺に相談したいだなんて。まずはこれを見てもらえるかな。メニュー表。新メニュー祭り開催中、大盛り。待ってくれ、まさか俺にチャレンジしろなんて。その通り、ユイトに食べてもらって私は商品のコーラをもらう。もちろん食べきれなかった場合の代金は私。相談ってこれか。新メニューの宣伝だから量は通常の3倍程度だ。でもほらここ見ろよ、要予約だって。心配する必要はない、すでに予約済みだからね。食わせる気満々じゃないか。でもキャンセルするのも店の人に悪いし。分かった、やってやる。苦しい。さすがユイト、いい食べっぷりだったよ。とはいえ少し無理をさせてしまったな。お詫びに、次に会う時には。いや、食い物はもういい。そうだ、だったら今サスの調整をしてもらえないかな。サス？嵐はこういうのが得意だって聞いたことがあるからさ。ダメかな。無理にとは言わないんだけど、少し違和感があるような気がして。仕方ないか、君のおかげで私も利益を得たからな。利益ってコーラか。君の調整を断らない程度にはね。ではすぐに始めよう。面倒なことはさっさと終わらせるに限る。悪いな。別にいいさ。しかし君は思ったよりもせっかちだな。サスの調整なんて後でじっくりやればいいだろう。嵐に見てもらえるのはいい機会だし、もしもサスがうまく使えなかったら戦闘の時に問題だろ。みんなに迷惑がかかるのは嫌なんだよ。君、そこは最初に生存率、自分の命に関わると主張するものなんじゃないか。それではまるで自分の命は二の次とも聞こえてしまう。言われてみればそうだよな。無意識か。君はもっと肩の力を抜いてダラダラすべきだよ。サボるってそんなこと。気負いすぎず手を抜けるところは抜けばいい。適度な休息を取った方がトータルで作業効率は上がる。要するに私がサボりを進めるのは合理性ゆえなんだよ。でも
そうやって手を抜いているときに怪に襲われたらどうするんだよ。それで誰かが傷つくなんてことがあった。はあ、真面目か君は。そんな性格で生きていて楽しいかね。仕方ないだろ、そういう性格なんだから。実は君のような人間をもう一人知っていてね。俺のようなって？さあ終わった。本日の嵐サポートセンターの業務は終了しました。恐れ入りますが、また後日ご連絡ください。え、おお、早いな。ありがとう嵐。これで今回無理をさせた分は総裁だ。それと君、苦労はほどほどにするといいよ。前に会った時も思ったけど、オッケー。きりOK。 Bon。 大変だった、ユイト。ナオミのことは残念だ。だが、それでもよく頑張ってくれた。今は休め。はい。お疲れ、ユイト。ごめんな。最後までサポートしてやれなくて。いいんだ、仕方ないよ。それよりナオミが、うん、聞いた。あんないい子が残念だよ。Je savais même pas. Est-ce que des cadeaux, comment on sait qu'on en a?Attendez une seconde, je fais juste un truc. Ok. Ouais, c'est là-dedans. J'ai pas de cadeau du coup. Ouais.Bah sinon à part ça, on peut continuer à avancer. Scaré ta na. Ore? Seto taichou wa? Skoshi mae ni Suo ni modotta yo. Ore wa shigoto de modoru ga, omae tachi wa yobidashi ga aru made suki ni shitete ii zo tte. Otto, zannen nagara jiyū koudou shu. Yare yare. Okami ga hatarake to kita ka.あ、私も大丈夫だな。海抜群にいる限り。そうだな。はい、レッツゴー。Chapitre 3 du coup。
ナギ、いつ退院したんだ。え、ああ、今朝急に退院が許可されたんだ。あれも、じゃあ退院早々呼び出されちまったってわけか。でも、この間の配置化軌道の任務の後から。おかげさまでな、体がなまっちゃってるから。待たせたな、みんな。お、ナギ。はい。さてと、今回はカレン連隊長からのご指名だ。今回もスリーマンセルで行くぞ。俺とナギ、つぐみが第一班、カゲロウ、ユイと花火が第二班だ。区など高速輸送道路には最近多数の国防軍が出撃している。あっちは軍隊といえども所詮一般人だからな。怪異との戦いに巻き込むわけにはいかない。もし見かけたら距離を取るよう警告してくれ。ナギ、ん？怪我のことなら大丈夫だって。違うよ。ああ、そりゃナオミちゃんが戦死したのはショックだけど。え？戦死？ナオミは生きてるぞ。は？ユイと笑えない冗談言う？え、いや、そりゃあの、でも確かに生きているんだし。怪異になった？え？出撃前に変なこと言うなよ。俺たちはこれからニューヒムカのために怪異と戦うんだ。ナオミちゃんが死んだことを受け入れて。ナギのやつ。Bon bah, un lavage de cerveau. Répondre, ouais, ok. Allez, faut qu'on aille du coup autour de Kunan. Excusez-moi, j'ai fait un petit altab.Alors attendez, je vais faire juste un petit truc. Ouais, bon allez, c'est parti. ありがたかったな、どこは。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。くまーい。うっとしEnchaîner les combos aériens, c'est vraiment super plaisant.
よろしくかけろ。いいね、こっちは見失ってるよ。畳みかけるぞ、終わりだ。任せろ。オッケー。Ok, c'est pas par là que je dois aller, il y avait juste un objet. Par contre, il va falloir que j'achète des potions, j'en ai plus. Je dois aller par là. Ah putain, merde, je pensais que j'étais invisible, j'ai pas fait gaffe. Gracias.
Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Je viens de le voir, mais. Vraiment stylé, hein, putain, il y a des finishes qui sont waouh. Ah voilà, putain, enfin une boutique là, j'en ai bien besoin. Oh putain, je sais la connerie que j'ai fait, j'étais dans vendre tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais plus de. Ok. Putain, les combats deviennent plus compliqués quand même. Bon, en termes de dégâts, est-ce que je peux améliorer un petit peu mes compétences là? J'ai pas vu. Ouais, j'ai 16 PC, putain, il faut que je les utilise. Alors, qu'est-ce qu'on améliore? Augmente dégâts infligés aux ennemis à terre. Ça peut être intéressant, ça coûte pas cher en plus. % de la jauge de pression. Augmente la jauge, ouais. Ok. Ah
Ah bah oui putain, ça avait pas sauvegardé mes trucs de tout à l'heure, c'est pour ça. On avait pris ça. On va prendre ça aussi. Quand la poussée cérébrale est active, remplis légèrement la jauge correspondante. Ça on va prendre. On peut prendre ça aussi. C'est vrai que ça peut être utile. Ok. Bon, on est déjà un peu mieux. Alors, faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas, je pense. Je voulais pas prendre une potion, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ok, putain. Il y en a beaucoup là. J'avais hein.
外郭を壊すには何かでかいのを叩きつけるのが良さそうだぞ。よしユイト、念力だ。やや、外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。ちょっと自信ついてきたかも。ちゃんと決めてくれよ。ザミ、外角にダメージを確認。このままぶっ壊せ。いけぞ。あー、ピタンシュッペ。まだよろしく。いくぞ。いただく。まだ戦える。俺がやる。ドライブ。貸してくれ。Je parle pas beaucoup parce que putain les gars, faut que je sois concentré. Enfin. Putain, par contre, qu'est-ce que je prends cher, moi, j'ai utilisé toutes mes potions, quoi. On va en profiter pour sauvegarder. Hop. On en est à combien de temps là? 21 minutes, ok. Ah ben non, mais après c'est vrai que j'ai fait une pause, donc du coup on en est un petit peu plus. Bah, de toute façon je vais finir la mission et puis ensuite on verra ce qu'on fait. みんな、用心してくれ。生徒隊長、ここが怪異予報の出たポイントだよな。ここに来るまでにも怪異にあったけど。いや、怪異予報が出た場所には渡る。周囲の怪異の様子はどうだ。予報が出た場所とは思えませんね。何かの間違いかな。
それに予報の出た場所にしては通信がクリアですね。今カイショウの予報情報を再確認。どうした渡る。隊長囲まれてます。上か。あれ怪物軍。おい渡る、俺たち以外にも派遣された隊がいるのか。ダメ、ジャミングされてる。瀬戸、俺はまだ信じられない。あなたがあんなおぞましい研究に加担しているとは。ゲンマ、何を言っている。それはとぼけているのではなく本当に知らないのか。だとしたら今は抵抗せず。ゲンマ、命令に反するのか。カレン連隊長の理想に準じる気がないならお前も。ユイト、瀬戸さん、なぜ瀬戸正体がここに。チョウカ、フォローを頼めるか。ここから離脱したい。そうね、味方同士で戦うなんて。ゲンマ、一緒に来い。お前が何を吹き込まれたのか教えてくれ。周りの海抜群は僕らが引きつけます。彼らもセプテントリオン2人を敵に回して勝てる自信はないでしょう。俺が相手でも同じことが言えるか。兄さん、ルカ、やはり来るんだな。みんな、兄さんは僕に任せて。甘い。まとめてかかってこい。Alors, je viens de lire le level 50 là. Non mais ça sert à rien de le taper, hein. Il se régène plus que je lui fais des dégâts. Ah d'accord. Bah il cogne ou quoi. Il cogne. Attends mais comment je suis censé le battre. C'est pas possible. Bon, je crois qu'on va passer là. Mais pourquoi? Ouais, pourquoi moi? Je ne peux pas
でも説明してよ。理解したいんだ兄さんの。お前に俺は止められんぞ。Non mais gros, c'est quoi ce monstre? Le mec il m'encule. Hein? この力とはこういうものだ。なめでフック。なるほど。今回は少し違うな。だが。まずい、みんなよけ。Allô ? Je suis pas sûr que le mec il soit très équilibré. Attends, genre, je vais sauvegarder. Mais frère, c'est quoi ce monstre ? D'accord. Je suis en train de défoncer les mecs de la BEA aussitôt. Les gars, vous êtes combien là? Ça me fume, je mets la moitié des coups dans le vide quoi. ナギ
おい、ナギ！なんて！いや、違う。ニューヒムカに忠誠を。ナギ！あ、ユイト。カイ！ナギ、大丈夫か？ユイト、カサネに協力しろ。ナギは俺が引き受ける。はい、カサネ、頼む。任せて。合わせていこう。うわっと。一体何がどうなってるんだ？カサネは状況を把握してるのか？うん、わしかね。Cette altération peut vous ralentir et vous empêcher de l'utiliser. Ah ouais, plus dans le même truc. Putain, c'est pas facile, hein. Genre, j'arrive pas à comprendre le pattern du boss. Genre, son point faible, c'est quoi? C'est la valve? Alors ça, par exemple, tu vois, je sais pas comment l'esquiver. Ah bon, à moins d'être loin... Bah genre là par exemple pareil je pense que j'étais genre là par exemple rien par là
putain mais... Ah, je voulais fermer. Et en fait là par exemple, je me suis pris la boule d'éclair, mais genre ça par exemple pareil, ce genre de truc, tu sais pas comment les esquiver et à part courir... Ah, il doit bien y avoir un autre moyen, j'y crois pas. Je sais pas si les boss, quand tu joues au jeu en mode difficile, t'es censé les refaire plusieurs fois. J'arrive pas à l'esquiver. J'arrive pas. Voilà par exemple. Ah, par contre, j'en ai marre d'avoir le didacticiel qui se remet. Alors que je l'ai vu déjà 10 000 fois. Mais son point faible, j'ai toujours pas compris. Hein. Il fait trop vite son truc, j'ai pas le temps de... C'est bon, il est mort. Putain, oh, je suis à 0 de vitale. Et héros, le boss était trop dur. Je pense que j'ai toujours pas trouvé. Je pense que j'ai toujours pas trouvé la technique pour l'avoir. カレン連隊長のところへ。今の俺たちで勝てるのか。いえ、彼は敵じゃない。でも、俺たちを襲ってきたんだぞ。違うのよ。ナオミのことが分かったの。あれは。何をするんだ。問答無用。お前たちを処分する。ナギ？
ういうことか。邪魔だ隊長。当たり前だ、邪魔してるんだからな。ユイトを殺す。泣き。だったらお前が死ね。どうした？俺の力が重ねに共鳴してるのか？Qu'est-ce qui se passe là ? ユイト大丈夫か、カサネ。ええ、何これは。あれはスメラギの門。それにあの格好、伝承のヤクもスメラギみたいな。目で見た。
何がどうなって。そうだ、カサネは。花火、花火。何、なんでこんなことに。やっと見つけた。つぐみ、よかった、無事だったのね。私は瀬戸隊長。ダメ、もう遅い。無事だったか、玄馬。まさかと思うけど、あの地震の後でまだ戦おうという意志を持つ奴はいないだろう。地震？カレン連隊長に襲われて吹き飛ばされた後、この辺りにものすごい大きな地震が起きたのよ。全然気づかなかった。俺が気を失ってた間か。それにあの空を見ろ。なんだ？あの場所に何らかの重力異常が起きているようだ。中を透視したけれど何も見えない。それにこっちに火の手が迫ってる。わかった、ゲンマ、一時休戦だ。そうだな。待って、瀬戸隊長のご遺体はこのままにしておくなんて。俺が運ぼう。それじゃあとりあえず俺たちのアジトに行こう。Quel est le fuck, putain, what? Qu'est-ce qui s'est passé là? Kasane は無事なんだろうか。それに、あの時見えた映像みたいなのは。隣の倉庫の奥にある冷蔵室の一部を借りたぞ。ゲンマ、運んでくれてありがとう。いや。ナオミの次は隊長まで。そうだな。こんな同士討ちのような形で。同士討ちには玄馬も加担してた。玄馬、知ってるなら教えてくれ。何が起きているんだ。全てはカレン連隊長が仕組んだことだ。カレン連隊長はニューヒムカ政府がスウォー教を中心とした管理社会の構築を目指し、それは俺が今まで見聞きしてきた現実とも一致した。管理社会？例えば俺たち超能力者は9割がスカウトで海抜群に入る。スカウトには年1回の国民健康診断が利用される。街には無数の監視カメラがある。あまり知られてはいないが、そこから反体制グループが検挙されることもある。これは公然の秘密だが、海抜群の仲間にもある日突然人が変わったようになるも、皆体制に批判的なものばかりだったから、何か精神をいじられているのではと噂されている。精神を、もしかしてナギもそれなのか。カレン連隊長はこういった国民統制をやめさせると言った。政府の犬って、まさか。そうだ、カレン連隊長は瀬戸が政府の行っている人格矯正に組みしていると言った。証拠も見せられた。だがそれでも俺は信じがたくてな。瀬戸隊長が、いや、瀬戸隊長はナギをこちらに引き止めようとしているように見える。瀬戸隊長はそんなことしない。待って、つぐみ、そんなの玄馬だって分かってるよ。玄馬が見た証拠はそれだけ説得力があったんだよね。ああ、しかし瀬戸も政府の計画に加担しているようには見えなかった。それにお前たちがカレン連隊長に飛ばされた後発生した海抜群の何人かもあの空の穴に吸い込まれて消えた。それで俺はカレン連隊長にも疑問を持ったんだ。だから俺たちと一時休戦した。そうだ、これは単なる反乱ではない。俺が加担した反乱のせいで。
ユイト、ゲンマのこと。でもゲンマは私たちを信じてくれなかった。つぐみの言う通りだ。ユイト、俺にも真実を知る機会をくれないか。この反乱が何のために引き起こされたのか知りたいのだ。うん、俺も知りたい。だからゲンマ、一緒にスオウへ行ってみよう。つぐみ、納得してくれる？納得できない。そうだな、もっと慎重であるべきだった。義憤に駆られて申し訳なかった。瀬戸にも謝罪した。分かった。よし、少し休んだら周防に出発しよう。最近花火とちゃんと話せてない気がする。あの凪が瀬戸隊長をこの目で見たのにまだ信じられない。どうしちゃったんだよ凪。Bon, et bien écoutez, c'était un épisode assez what the fuck. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de choses qui se passent. Là, j'avoue que c'est vraiment assez insane. Donc bon, mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai plutôt pas mal avancé. On va sauvegarder vite fait avant ça. En tout cas, écoutez, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé, j'espère que l'épisode vous aura plu. Prochain épisode, donc du coup, on va se retrouver à Suo et je vais refaire le truc avec Anabi, l'étape de relation avant de passer au chapitre 4. Et puis écoutez, on se retrouve au prochain épisode. Allez, à plus tout le monde!